はい、こんにちは、松岡です。今日はですね、噂で聞いたんですけど、旧塗装の201系でこう扉開けると乗客がいるんですよ。今回の動画はこの絵に関するやつです。で、何かというと、どうやらこっち向きとこっち向きで絵が違うんですけど、中には同じ絵があるっていうことを聞きました。ということで探してみたいと思います。じゃあまずは全部扉を開けます。見えるように今横にしますね。で、見たところ、まあ全部一緒ですね。まあ、全部一緒は当たり前ですよ。で、今度裏側に全部、そうするとですね、なんとこの一番奥の車両、これ、まあ今これと比べると見て分かりますか？違うんですよ、これ両方同じ柄なんですよ。これじゃない？みたいな。これだよね。両方同じ柄の車両。パッと裏見ると、メイドインジャパンなんですよね。皆さんもしかしたら、この柄について多分誰も気づかなかったのかもしれませんけども、まあ、もしあったら、探してみてください。もしかしたらね、実はレア車両なのかもしれないので。ということで、今回は、この201系の中間車の、絵についての、もう豆知識というか、ただの雑談でした。以上でございます。サビのあたりで気づいたふりして